中年オタッキーです。今日はねちょっとね国道縁の、駐車帯に駐車してます。トラックのねコンテナの中が濡れていて乾かす必要があるのでね、あの箱を開けてね今乾かしてるんですけども、そのためね国道縁になるんで車の音が入ってしまいます。申し訳ありません。でね今日はねこんな大事な回なのにこんな場所で撮影してるんですが、レンズの紹介になります。はい、こちらね今ねソニーのスナナに装着しておりますが、これパーギアさんの、ビルトロックス 40mmF2.5 っていうレンズになります。ソニー E マウントとね、ニコン Z マウントに対応した単焦点レンズで、40mm の、ね、比較的明るいレンズになりますね。こちらをね、ちょっとレビューしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するのはね、このミラーレス一眼用の単焦点レンズですね。パーギアさんのビルトロックス 40mmF2.5 というレンズになります。すべてオートフォーカスに対応しておりまして、電子式の絞りにも対応しております。オートフォーカスの速度はね、まあ、スナナなんでね、まあ、早いっすね。スナナでこれなんで十分だと思います。まあ、動作音もね。こんな感じでね。まあ、キャノンとかのね、超音波モーターと同じ、まあ、ステッピングモーターかもしれないですけど、静かなものになっております。動画撮影とかにもね、使えるんじゃないでしょうか。構成としてはね、6分10枚ということですね。ED レンズが1枚、引き面レンズ1枚、HR レンズ3枚により画像の鮮明度が向上し、光学周差が低減されますということですね。最短撮影距離は34センチ、フィルター系52mm で絞り枚数は7枚になっております。まあ、スペックを見る限りはかなり高級なレンズに分類されるものと思います。まあ、おたきも普段から言っていますがね、50mm の単焦点レンズでちょっと長すぎるんですよね。で、ピッカリコニカだとか、フィルムカメラでいつも紹介している、あの手の単焦点レンズね、コンパクトカメラの単焦点レンズは 38mm とかね、40mm になっていることが多いです。まあ、F2.5 ということで、開放値も明るいですし、ポートレートとかにも使えますけど、スナップをバシバシ撮るのに最高に向いているレンズなんじゃないかなと思って、今回使用してきました。でね、結構ね、デジタルということで、光学的にも厳しい条件で撮ってきてあります。まあ、なぜかというと、デジタルってね、感度、ISO 感度めちゃめちゃに上げれたりとか、そういうこともできますし、逆光の写真がね非常に流行っておりますので、太陽をレンズにね、入れた状態とかでもね撮ること多くなっていると思いますので、今回そういう試写もしてきました。でここからはねちょっと作例になるんですけども、一応レンズレビューということで作例枚数は多めです。でオタッキーが撮る環境ではまあ大した写真は撮れておりませんが、色目的なもの、解像感、あとフレア、ゴースト感、背景のボケ感とか、そういうのを中心に見ていただければと思います。ちなみにね、おたきはそのソニーのね、α7 取って出しでね、ビビットで撮ってあります。撮影モードビビットで撮って取って出しにしてありますので、ちょっと派手めに出る、モードではありますが、まあ、その辺を加味しながらね作例を見ていただければと思います。ちょっとね今回作例枚数、多いので時間長くなっております。じっくり見たいという方はね、再生速度を遅くしたり、早く見たい方は再生速度ね、カクカク調整していただければと思います。それではここからはね、このレンズ、ビトレックス 40mmF2.5の作例です。はい、作例になっていきます。1枚あたり7秒間表示いたします。これねいきなりね真正面に太陽入れておりますが、ゴースト感はそこそこに収まってるかな。フレアもそこまでひどいものではないですね。これね地元のね、イベントが行われてるのでちょっと撮影してきました。さりげなく地元のイベントをね PR しておりますが、池の谷駅という駅構内で撮影しています。まあ、こんな感じでね解像感はものすごいことになっていて、申し分ないと思いますね。で色なんですけどね、これね、ビビットで撮って
ている割にはまあそこそこの感じで派手な発色をするレンズではないということがわかりますね。ご覧のように国鉄の文字も見られますが、でね、これね、こちらが F2.5、 1枚目 F2.5 で撮影しています。こちらが開放です。開放でね、撮った時のボケ感はやや2000ボケっぽいものもありますが、そこまでね、ひどいボケではないと思います。比較的素直なボケ感になっていると思いますね。こちらね、徳島県を走る特急渦潮ですけどもね、本州からは瀬戸大橋線をね経由して来れます。で、こちらはね、坂東駅付近で撮影した、写真になりますがね、結構ね周辺の景色が良くて、よく撮影スポットに使いますが、あの赤のね、郵便ポストの色とか、こちらのね木目の調子とかね、ハイライトシャドウの調子とかも見ていただけますが、結構ね、素直な、描写をするレンズということがわかりますね。こちらのボケ感も綺麗になっております。解像感も言うことなしですね。抜けの良さも特筆できます。こちらのコスモスの写真、非常に解像感が高いと思います。なかなかやはり単焦点レンズ、これちょっとね、アトピーになってしまいましたが、やっぱり単焦点レンズということで解像感は特筆すべきものがありますね。で、ここからは夜になるんですけどね、夜はやっぱ砂なということでピント合わせはちょっと苦労しました。今のね最新モデルだったらいいんでしょうけど、でこちらはね虹色のゴーストが出ていますね。なんと虹色ゴーストが狙えるレンズです。夜のね発色もね特に問題がある部分はないと思います。フレア感もね、そんなにないです。でね、玉ボケを狙った写真になりますが、玉ボケもね中央部から周辺部にかけてそこまで変形しない玉ボケが期待できるんじゃないかなと思いました。このようにね、すごく抜けのいい写真が撮れることがわかる。これちょっとピンボケだったかな。こちらはねかなり暗い場所に花を売ってたんですけどね、 ISO 1600で撮影しておりますが、自然に映ってますね。こちらも ISO 1600での撮影です。非常に抜けのいい絵になるのがわかると思います。解像感も高いですね。こちらはちょっとピンボケになってしまいましたがね、ちょっと色にじみが出ているということで、水銀灯のね色にじみがちょっと気になったので一応載せておきました。こんな感じでまた太陽ねガツンと入れておりますがね、太陽を真正面に入れた、フレア感はこんな感じということになります。これはねちょっと、被写体ブレしております。風が強かったんで、ね、解像感は十分に出ていると思いますね。またこちらもね、これは鳴門線の駅構内ですが、阿波大谷駅という駅になりますね。青の感じですが、ビビットでこのぐらいだったらまあ派手ではないという感じになるんじゃないでしょうかね。自然な感じをソニーのカメラで狙ってもいいかなと思いますね。こちら最後の写真になりますが、解像感がバッチリ出ている写真になっていると思います。まあこのレンズね、E マウントと Z マウント、まあ、ニコン Z マウントとソニー E マウントに対応しているレンズということでね、Amazon のレビューとかを見るとかなり評価高いです。何より価格がすごく安いんですよね。26,800円でこの単焦点レンズ 40mmF2.5 が買えてしまうと。で、ソニー純正とかニコン純正ではね、多分こういうゴースト出ないと思うんですよね。虹色ゴーストとか狙えたりしてね、一粒で二度美味しいレンズと言えるかもしれません。まあソニーとかね、ニコンのね純正のレンズ、新しい純正レンズ、使ったことないんでね、なんとも言えないんですけど高くてどうせ手が出ないんでね。そんなわけでね、結構ね、まあ、砂菜で撮ったっていうのはオタッキーの場合ね、この砂菜、まあ、α7 初代を使ってる理由っていうのは、オタッキー自身がその、フィルム写真のね、YouTuber であることから、フィルム写真のレンズをテストしたいときにね、この砂菜を使うわけなんですけども、同じような理由でね、砂菜を持ってる人とかも多いと思います。でね、そういう人ってね、もうマニュアルフォーカスのレンズしか持ってないっていうことが結構あると思うんですよ。オールドレンズ専用機だこいつみたいな感じでね、そういう方でもね気軽に買える値段のレンズになっているんで、おすすめできるんじゃないかなと思いますね。 40mm ということで家族旅行とかのスナップにもいいですし、まあ、単純にねブラブラお散歩っていうね、使い方もいいと思います。 50mm では長すぎる、 35mm じゃちょっと広いかなっていう人にもね、
40mm 非常に向いていますし、何よりね、コンパクトカメラに非常に対応された画角であることを考えると使いやすい画角。まあ、実際に、ね、40mm 人気出ているということですし、まあ、ソニーのね、E マウントという純正で出ていますので、結構人気になってきているレンズが、まあね、新品で 26,800 円で買えるっていうのはすごいいいと思います。まあ、質感としてはね、まあ、全部プラスチックです。悪いとは言いませんが、まあ、高級感を目指す人にはさすがに向いてないかもしれませんね。こんな感じ。はい。高級レンズというわけではないです。構造的にはね、非常に高級な構成ですので、まあ、性能を重視して価格が安いものを狙いたいっていう人にはね、いいレンズなんじゃないかなと思います。購入希望の方はね、直販サイトと Amazon のリンクつけておきますので、そちらからね、購入に進んでいただければと思います。非常に安価なレンズですしね、一本揃えてみてもいいんじゃないでしょうか。はい。そんなわけでね、今日はね、パワーギアさんの、ビルトロックスって読むのかな、これね、読み方はちょっとよくわかんないんですけども、ビルトロックスだよな、多分ね。40mmF2.5 の紹介でした。メーカーさんがね、レンズレビューということで、テストレンズ送っていただき、今回はね、非常に、嬉しく思っております。動画のネタになりますんでね。普段からね、フィルムカメラをメインにね、チャンネル運営しております。この機会にね、フィルム写真の世界も覗いてみたいなと思う方、ぜひね、チャンネル登録して他の動画もね、ご視聴いただければと思います。で、カメラネタのね、ライブもね、週に1回ぐらいやっておりますので、通知もオンで登録いただければと思います。はい、こんな感じで今日の動画はここまで。ここからはね、いつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。初めて見る方もぜひね、一般の方の作品見ていただければと思います。それでは、作品投稿のコーナーです。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはちょっとアトピンさんですね。おたきさん、いつもお疲れ様です。久しぶりに写真を2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルはレンガの質感です。カメラはキャノン F1、 レンズは FD ズーム 100-200F5.6SC、フィルムはマリックス400です。ロジナール1プラス100希釈、18度90分静止現像です。2枚目のタイトルは残暑をかけるです。カメラはキャノン FTV、 レンズは 28mmF3.5SC、 フィルムはウルトラマックス400です。まだまだ残暑で、暑い日が続きますが、お体に気をつけてご過ごしくださいということで、ね、作品9月28日のところです。すいません、紹介遅れております。で、1枚目からいきますがね、レンガの質感ということなんですけど、100、200の F5.6 ということで、廉価版のレンズでありますが、しっかりとした解像感だと思いますね。マリックスのね、モノクロフィルムのいい感じ。これね、ハイライト、シャドウがふっきり出ていい感じになってます。で、2枚目はね、FTB で 28mm、ウルトラマックスで撮影ですけどね、ウルトラマックスの青いいですね。またね、さっきまでデジタルの写真ばっかり見てたんで、フィルムのこの自然な絵が、非常に魅力的に感じる1枚になっております。はい、ちょっとアトピンさん投稿ありがとうございます。次はチムニーさんの投稿ですね。お疲れ様です。こんばんは、チムニーです。作品投稿のコーナーへお願いします。ちょっと珍しいカメラを手に入れ、ボディとレンズを修理して撮影できるようになったので使ってみました。カメラ45カメラマニュアル。ん？そんなカメラあんの？レンズビューティー MC50mmF1.7、フィルムはコダックビジョン3250D、フィルム現像がマリックス ECN2 デベロップメント、スキャンがエプソン GTX980 ということですね。いずれもタイトルはなしということになります。よろしくお願いしますということですね。で、1枚目なんですが、1枚目はね、非常にこの朽ち果て感がいいですね。ゴミの不法投棄を禁ずるという看板ですけどね、背景のボケがちょっとうるさいレンズにはなっているようです。で、2枚目はね、みゆき通りの街灯を撮っておりますが、光が欲しかったところかな、ガスってる感じは面白いかもしれませんね。はい、チムニーさん投稿ありがとうございます。次はね、山田さんの投稿になります。作品投稿よろしくお願いします。中年おたけさん、こんにちは。はじめました。いつも動画拝見しています。初投稿です。涼しい日が続き、四季が二季になったと言われる昨今、秋を久々に感じる気がします。
休日ドライブしていたら鮮やかな赤が見えたので停車して撮影しました。モノクロですが華やかさと美しさが伝わったら幸いです。カメラマミヤ RZ67、レンズセコールマクロ Z140mmF4.5、 フィルムはコダック TMAX400、 スキャン、エプソン GTX980、 タイトルは追走でお願いしますということですね。で、作品なんですけど1枚目、まあ、彼岸花ですね。今日ね走ってる時にね彼岸花見ましたが、まあ、1ヶ月近く遅れてるんじゃねえのって感じですけど、こちらは非常に暗い印象。でも2枚目、これがね秀逸な写りになっております。さすがマミヤ RZ という感じなんですけどもね、さすがというほかない、この、まあ、フォーマットがでかいんで写りがいいのは当たり前とはいえ、やっぱりすごい写りになっておりますね。山田さん投稿ありがとうございます。次はジョンさんの投稿ですね。ジョンさんって言うとね、見落としておりました。1ヶ月近く前になってます。すみません、本当に申し訳ありません。おたきさんこんにちは。今回は人生で2回目の自家現像したフィルムから投稿いたします。カメラはコニカオートレックスフルサイズ、レンズはヘキサの 40mmF1.8、 フィルムはチリコのフィルムローダーに入っていた TMAX400 です。ロジナールによる静止現像、200倍希釈で60分の後、ソニー NEX3N とマイクロニッコルでデジタイズし、アドビのライトルームでネガポジ判定、レベル補正のみ行いました。タイトルは中華街でお願いします。何年もののフィルムか分かりませんが、感度は ISO100 まで落ちておりました。期限切れのモノクロフィルムの一例として、共有します。これからも楽しい動画楽しみにしております。体ご自愛くださいということで、作品なんですけどもね、まあ ISO100 に落ちててもね、使えればまあいいかな、こう時代的にね、ちょっとね流浄感は出ております。やっぱりね、元々がね ISO400 ということもあり、また古いフィルムということもありましてね、ただねそのフィルムの感じが逆にレトロ感が出て美味しい作品になっているかもしれません。これ使い方によっては美味しいフィルムだぞという感じですね。はい、ジョンさんね、本当に申し訳ありませんでした。今後もよろしくお願いします。作品投稿のコーナーはここまでっていうかね、今日の動画はここまでになります。作品投稿のタイトル画面なんですけどね、ちょっとやっぱりこのね山田さんの2枚目になりますかね。彼岸花をモノクロで、ぐっと寄って撮った写真になりますが、圧倒的なディテール感とボケ感。まあ、マミヤ RZ で撮られたら、そりゃ叶わよなって感じはしますが、この芸術感も見事だと思います。額に入れて飾ってもいいような写真だな。そんなわけでね、今日の動画はここまでになります。他のコーナーはね、投稿が来てないのでお休みになっております。まあ、今回ね、デジタルネタということで初めて見る方も多いかもしれませんが、こちらのね、チャンネルの概要欄ですね。まあ、オタッキーのね、プロフィールのとこをタップしていただければ、そこからね、作品投稿のコーナーとか、俺のカメラのコーナー、やったやっちまったコーナー、あとその他のコーナーのね、投稿方法が、ご覧にいただけます。X ですね。まあ、旧 Twitter の DM で、3つのアカウントをコントロールしておりますが、主に2つのアカウント、中年オタッキーと中年オタッキー2の方にね、投稿していただければね、作品投稿のコーナーは中年オタッキー、その他のコーナー中年オタッキー2の方に DM していただければね、投稿、採用させていただきます。基本的に 100% 採用させていただくことになっておりますが、あまりに問題があるなと内容感こちらがね感じた場合は不採用になることがありますのでご了承ください。でね、ちょっと前にね、X の、設定がね勝手に変わってまして、で DM ができなくなってたと。フォロワー相互フォローしてないとね DM できないような設定に勝手に変えられてました。今はね復旧しておりますので、ぜひね、作品投稿のコーナー、俺のカメラのコーナー、やったやっちまったコーナーなどでね投稿していただいてね、参加していただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。チャンネル登録いつも申し上げておりますが、今ドドーンと出ていると思いますけどもね、チャンネル登録高評価、どしどしお願いしますね。コメントの方はねちょっとね、返信がね滞っております。バラバラの順番にね返信しておりますが、なるべくね全部のコメントに、反応してねコメントを返していこうと思っておりますので、ね、何か感じたこととかありましたらぜひコメントをよろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。高評価もぜひぜひよろしくです。それではまたごきげんよう。さよなら。